そしてピータンの卵。 <coughs> そうだ。 えカイジ、ファイナルゲームを見ました、まあ。感想としては簡潔に言うと、頭の良くない人が作ったマネーゲームと、露骨な社会と政治批判。で、僕、多分僕が見てきたマネーゲームや心理戦物のストーリーの中で一番広い、まあ。まず僕は原作に関しては全部読んでます。まあ、僕が18歳の時に、ね、福本作品にハマったんですよね。まあ、カイジと金と金と,と最強伝説黒沢と、ブダイレンガイと、賭博ハオレンゼロと、見上げれば通天閣と、熱い絶ペイちゃんと、もう真実の男、ワニの初恋と。 深夜アニメで怪獣を知って面白くて漫画も読んで、まあ、そこが赤木を知って、まあ、その漫画をその麻雀漫画だからまあちゃんと楽しむために先に麻雀の言い方を独学で勉強し始めてで点数計算を勝手にやってくれるまあゲームの麻雀だったら普通にプレイできる程度には覚えたけどまあ相手の俳優を読むとかそういうのはできない程度で止まってる。 で赤木と天は、まあ、ルールを覚えてからちゃんと読もうって思ってたんだけど、まあ、結局達成しないまま止まってる感じでカイジでもまあ麻雀の回があるんだけど、まあ、そこだけルールは把握せずにまあ雰囲気で読んでたで赤木と天は冒頭の入りだけと、まあ、天はあの最終回の赤木茂の告別式の回だけ読んだで今ではカイジの24億出出演とシンクロサーと、まあ、スピンオフの利根川と班長を読んでるで映画の方に関しては カイジの人生逆転ゲームを3回。で、カイジ2人生脱会ゲームを2回。で、中国版のカイジアニマルワールドを1回。で、<laughs> あついでにパッケージとタイトルがパドリーしてる人生逆転ゲームと人生脱会ゲームを1回ずつ。あと、カイジに影響された人が書いたウェブ上の漫画でルカジっていうのがあって、まあ、それを昔読んでた。あと、2018年に豊玉高校っていうところの文化祭を見に行ったら、カイジの学園パドリーみたいな演技をやってて、まあ、それが面白かったです。 1>, 1月10日に新宿,新宿パルト9にゴブリンス・テイヤーのチケットを買いに行ったんですよね。まあ、そこでカイジのポテトが売ってて、まあ、ステッカー付きであ自分が今度カイジを見に行った時に買おうと思ってたんですよ。まあ、見ながら食べようと思って。でその日はカイジの,このダブルクリアポケットダブルチケット買イルだけ買ってた。で26日に、まあ、ユナイテッド・シネマ豊洲でカイジを見に行ったそのポテト売ってなくてユナイテッド・シネマでは売ってないみたいで。 で 2, 月2月1日に新宿パルトインにゴブリンステイヤーを見に行った時に、まあ、ポテトを買おうと思ってたら、まあ、もう販売してなかったんですよねなんかユナイテッドシネマに見に行った時もカイジのグッズが2つしか残ってなかった、まあ、金塊メモ帳と名言ダバーキーホルダーで、まあ、僕は映画を見に行った時ステッカーだけは買うようにしてるんだけどスター・ウォーズのエピソード9のステッカーはこれ4種類あるうちの1種類しか残ってなかったんですよねまあ映画のグッズって早いもん勝ちだなと思った で、今回カイジファイナルゲームに関しての感想ネタバレします。まあ、今回の目玉となるゲームが人間ばかりっていう。お互いの投資資産を測り合うま対、あ、戦。相手は黒崎っていう。定義の参加の金持ちなんだけどで、カイジはスカンピンだから勝負を挑むこと自体ができないんですよ。まあ、前回の映画で勝ち取った、まあ、賞金まあ、証券も結局取れちゃってるしで、その勝負に挑むに挑むのは東郷っていう資産家でカイジはあくまでその東郷の協力者っていう立場なんですよね？ 人間ばかりの互いの,互いの資金を借、ま、り、あ、に変えてその後、東郷が人生で築いてきた仲間たちがその自分の持っている財産の中で特に価値のあるものを持ってきてくれるんですよ、まあ、土地の権利書だとか化石だとか、まあ、それを積み合っている間やることっつったら、まあ、東郷の仲間が持ってきたものがいかにすごいものなのかを解,決解説する。 で、ポケモンのアニメで例えると、サトシじゃなくて、タケシの立ち位置なんですよ。いいぞピカシューのボルテッカー相手のポケモンに相性がいいみたいなことをずっとやってるんですよ横、横で。それが敵に嫌じを飛ばすか。まあ、東郷の人生の親友やら仲間やらが来てくれて、東郷がよく来てくれたって感じにいたり、まあ、東郷の過去が語られたりだとか、これ、カイジじゃなくて、東郷が主人公だよねって。まあ、今回のカイジの仲間の一人で、ヒロセってやつがいて、ヒロセっていう男がいて、まあ、東郷の部下で、 まあそいつが言ってたんだけど東郷にはかつて昔愛人がいて間に子供ができてしまって、まあ、絵画を手ひれ,れ金代わりに渡して別れたんだってで、まあ、勝負中広瀬がその絵画を持ってきて現れるんですよなんでお前がそれを持ってるんだって言ったら、まあ、その広瀬こそがその東郷との愛人の間にできた子供だったんですよ母親を見捨てたあんたのことをずっと恨,ずっと恨んでたあんたが母に渡したこの幻の名画は絵画は敵の方にベットしてやるって。 でその絵画をその金銭的価値を測るマシンにかけたら、まあ、金銭的な価値がなかったんですよね。で東郷の口から明かされるんだけどその絵画は私が描いたものだってで広瀬の母親との思い出を語るんですよ見捨てたくて別れたわけじゃなかったんだっていうね、まあ、一見いい話なんだけどで僕気になったんだけどえってことは手切れ金代わりに渡した絵画に金銭的価値がないんだとしたら 子供できちゃった愛人に手作りの絵だけ渡して金銭的なものは何も渡さなかったってこと慰謝料とか養育費はっていう、ね、で僕の記憶がなんか間違えてんのかなっていう愛人に子供ができたのを東郷は知らなかったんだっけ後から知ったんだっけっていうどうだったっけで、まあ、そのあその人間ばかりは負けそうな感じで制限時間が迫ってきてカイジが「いやまだだ東郷から預かっていたこの10億を別のキャンプルで増やしてくる」って言って抜き出すんですよね。<laughs> まあ、ところがギャンブルは一、まあ、つだけを残して他のは全部早めに閉鎖されてて、まあ、ドリームジャンプっていう命がけのバンジージャンプだけ残ってたんですよね、まあ、10本あるうちの生き残れる1本を選んでバンジーを飛べば大金を得られるんだけど、まあ、違う9本だったら、まあ、そのまま地面に直撃して死んでしまうでそれにカイジは10億をかけて挑むんですよ勝てば10倍の金が手に入るで仲間2人が売られカイジを勝たせるための工作を行うんですよね でドリームジャンプの主催者は、まあ、操作版で当たりの数字を後から変更できるからカイジが数字を選んだ後とに、まあ、違う数字を当たりにすることで、まあ、絶対にカイジが勝てないようにっていうふうに企むんですよでさっきの広瀬がまあ改心してカイジを勝たせようとしててで配電盤のところに忍び込んでたんですよねいやそんな簡単に入れるのかなと思ったんだけどってハイデの特定の電源を落とすことによってその当たりの数字を変更するシステムだけ機能しなくなるんですよ そんなピンポイントな電源の落とし方できんのって思った、まあ、それで主催者側は、まあ、当たりの数字を変更するってことはできなくなったんですよで仲間の一人のかな子っていう女の子が当たりの数字を判明させてそのバンジーのステージに乱入して「わかったかいじ9だ 9!」って9だ九 9! って,って言って教えようとするんだけどすぐに取り押さえられてしまってでかいじは高いところにいるからそのはっきり分かんなくてえ九 9?10? って感じになってたんですよねまあ、主催者が 早く選べカイジってせ、まあ、かしてきて、まあ、人間ばかりの制限時間も迫ってるからやむなくカイジは「まあ、10だ!」って言って間違った数字を選ぶんですよでバンジーのロープを体に巻きつけて、まあ、カウントダウンに入るんですよねでそこでシーンが人間ばかりの方に切り替わってでカイジが「勝ったぞ!」って言って戻ってくるんですよでどうやって勝ったのかっていう種明かしが始まるんだけどなんで10番を選んだカイジが勝ったのか で10番を選んだカイジーがカの、カナコが何を言いたかったかを思い出すと、カナコは黒服から取り押さえらなれながらも、最後にカイジにある合図をしてみて見せたんですよ、このゲッツみたいな。で、これが何を意味するかっていうと、その映画の監督が撮影する時の用語で、なんか、キュってやつがあるらしくて、なんか VTR キュみたいな感じの。で、カナコはこれまでカイジにそれをちょくちょくやってきたってあるんですよね、キュって。 でそのこの時もそのポーズを取ったからカイジはその言葉は聞こえなかったんだけどあのポーズがかあ,のポあのポーズはカナコがいつもやってきた9のポーズつまり正解,は数字正解の数字は9だっていう風に判断するんですよねカナコが屋台やってきた9ってなんか変なことするなって思ってたんだけどこれのためかよって思った、うん、あのカイジ2で、まあ、利根川っていう協力者が「いいかカイジ勝負で大事なのは 1>, 1に勇気2に度胸3に覚悟だっていうふうに冒頭で言ってきてカイジはその時は何の話だよって感じだったんだけど、まあ、後にカイジが挑む命がけの三択クイズで悩んでる時に主催者,者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 ,主,催者主催者サイドにいる利根川が「カイジ覚悟を持ってボタンを押せ」って言ってくるんですよ。 でそれでで覚悟つまり3番が答えだっって分かったんですよね、まあ、利根川は主催者側の配下にいたからカイジに直接答えの数字を教えることはできなくてだからあんな暗号を使って答えを教えたのが「ははなるほど」って、まあ、感心したシーンがあったんだけど今回の「9」が不自然すぎる。でさ、まあ 10, 番まあ、10番を選んでしまったカイジが後で、まで、あ、本当の答えを「9」だと知ってカイジの取った行動が「待っ、ま、たやっぱり帰る!」っていうふうに主催者に言って。 まあドリームジャンプの主催者ってカイジを殺すつもりだったじゃんそいつらがこの申請受け入れるかなっていうバカめもう遅いわって言って落とすと思うんですよねもしねこれルールに厳格な偉いやつからこのゲーム自体を見張られていて主催者側はプレイヤーの申し出を受けなければならないっていう、まあ、状況だったらまだしもさあで10倍にしたか10倍にした100億円を持ってきたカイジは それらをその辺の出来事を全部黒崎に説明するんですよ、まあ。ドリームジャンプをどういう風に攻略したかとかさ。でも黒崎はずっと人間ばかりの会場にいたんだからその辺の説明されても分かんないよねって。まあ、特にかなこの Q の話とか特にさその辺の癖とか黒崎知らないし「あしまった確かにかなこの Q があればドリームジャンプをクリアされてしまうのか!」っていう風になるわけがないんですよ。でだが時間切れで開始、その100億を積む時間もない っっててていいう,うに言われてカイジがいやまだ5分残ってる時計が早く進むように細工しておいたのさっていうふうに言ってさでその5分の間にその100億分の金塊を、まあ、統合側の破壊に乗せていってで観客たちも自分たちの持ってるコインを投げ入れてでなんだかんだコンマ1枚の差でカイジが勝つんですよいやさそもそもカイジが切り札として取っておいた10億は制限時間が近くなって負けそうだったらギャンブルで増やすっていう心づもりだったんなら まあ早め早めに別行動として行っておけばいいよかったと思うしだって会事がこの人間ばかりの会場にいる必要ないもん解説ぐらいしか言うことがないしで時間切りが迫っている段階でギャンブル場に行ってたら、まあ、片付ける最中みんな他のギャンブルが片付けてる最中だったんだから早めに多分,多分早めに行っておけばまだ空いてたと思うしまあそんだけ時間があったら、まあ、時計を早く進める仕掛け自体が必要なくなるわけだし もうそもそも時計の針を進めた早く進めたところで制限時間が増えるわけではなくみんなに時間切れだと錯覚させる仕組みでしかないしもし敵側がその時間切れと同時に何かを仕掛けてくると読んでいたんだとしたら、まあ、時間切れを錯覚させることでことに意味が生まれると思う「残念だったなまだ終わってないぞ」ってで。特にそういういわけでもなく まあ、敵と映画の観客側に一旦決着がついたように見せかけて実はそうではなかったどうだ驚いたかっていうのをやりた,たかっただけっていう、ね、僕がもしかしたらセリフの意味を理解していなかったところもあったり、まあ、記憶違いもあるのかもしれないけどでもしこの10億をギャンブルで増やそうっていうのがけん、まあ、計画していたものではなくその場で思いついたことだとしたら、まあ、時計の針を進める仕掛けを仕組んでおいた理由が分かんなくなるしっていう。 あの愛の力が金の力を上回ったんだっていうのをやりたいがために決着のつき方も無理やり感があったっていうあとさあの観客たちが自分たちの1枚30万円のコインをかけた井側の台座に投げ入れることができてでかけた方が勝ったら倍になって返ってくるっていうシステムなんだけど観客たちは途中でかける対象をくら替えしたりしてたんだけど、まあ、例えばさ途中まで黒崎の台座にコインを5枚投げ入れたとする。で 途中でやっぱり統合の方にかけたいなっていうふうに思ったら最低5枚は統合の方に投げ込まないと元が取れなくなるんですよねでさらにもしコインが題材に乗らずに下に落ちた場合はその30万のコインは主催者側に没収されてしまうんですよねだからもし勝つ方に3枚投げ入れたつもりでも2枚を下に落とした場合はそれで損するんですよなのに運動会の玉入れみたいにポイ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 ,ポイ投げ入りまくっててコインがポロ,ポロポロポロこぼれまくってて こいつら、富裕ロでもなさそうなのにさ、1枚30枚のコイン、もうちょっと丁寧に投げろよっていう、慎重に投げろよっていう。ね。で、ま合計で4つのゲームが登場したんだけど、全部おかしい。ま仕組みも攻略法も。まぁ、どんでん返しがやりたいがために無理やり作った感がすごい。あの、藤原達也さんの演技と、あの、開始シリーズの恒例の音楽。ダーララ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 ラってやつ。 でこれですごいことをやった雰囲気にしてあるんだけど僕は騙されないからね、まあ、心の中で突っ込みながら見てた、まあ、僕ももう真面,目に見てな真面目に見てなかったからもう笑いながら見てたんだけど、まあ、UFO 学園以来のバカバカしさだった、まあ、オ,リジナリオリジナルストーリーって、まあ、原作者とは違う人が作るから、まあ、変な内容になっちゃうことって多いんだけど、まあ、今回の映画は原作者の福本先生も脚本に携わっているところで あんな原作のすごいゲームとかストーリー考えた人が作ったのにこんな感じになっちゃったのってえもしかしてこれ作れる時間なかったのかなって思ったんだけどねウィキペディアによるとなんか脚本自体は4年前から完成してたんだってあなんでこんな風になっちゃったのか不思議でたまらない。